はい、どうも皆様こんにちは、グリードです。はい、というわけで今日はですね、次回作モダンウォーフェアはレーダーがねないということで、基本レーダーがないで、 UAV とかあとレーダーを映すスコアストリーク、キルストリークはあるんですけど、通常じゃレーダーを映ってないってことで、今回はねちょっとね、まあしょうもないしょうもないって言っちゃったけど、レーダーをね隠してプレイするっていうことをねしたいと思います。レーダー縛りですね、レーダー縛り。そしてかなり久しぶりに前回料理動画を上げたので、皆さんぜひね見てほしいなと思います。また好評だったらまあやろうと思うのでよろしくお願いします。はい、というわけでやっていきたいと思います。よいしょ、レーダーをね紙で隠した状態ですね。さあ、まあハードポイントだから、そのエリアの、わお、エリアの位置でね敵のリスポーンをね読んでいきましょう。まあ、とりあえず今はほとんどまっすぐ行けば敵と合う状態だから、そこまで難しくない。よしよしよし、おお、ラッキー。あー、あかん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 。あ、寄ってくれた。ナイス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 。ちょうど敵が顔出してきてた。で、前す、ワンチャンこれまだいるってか、湧いてた。全然湧いてた。さあ、モダンウォーフェア、次の作品ではね、味方の位置がもっとわかりやすく、こうね、表示されてたんですけど、味方のね、頭の上に出てる青いマーク、味方マークが、結構離れた位置でもはっきりね、映ってたんで、まあ、もっとね、味方の位置は分かりやすいと思うんだけど、まあ、BO4、今やってる作品に限っては、そんなね、レーダーが見えないなんていうね、想定をされてないので、あれですね、もう、離れたら全然敵の、味方のマークがね、映ってないっていうね。よいしょ。おー、いたんだ。わかんない。この地下、こんな近くにいる味方ですら、ちょっとわかんないよ。あー、外周。外周2人か。ちょっとこっちに移動して。で、これならセンターから撃たれないから。で、タックリプロイ焚いてるー。そしてバレてるー。よしよし。で、まだね、ちょっと小指包帯してるんで、まだね、小指を伸ばした状態ですね。小指縛りプレイもしております。ダブルキル。トリプルキル。4枚ダウン。殴る。まだいるんじゃない。タックリプレイちょうど壊れたか。うわー、ストリーク食べたかったのに。すぐこっち来るじゃない。あれなんだ、大丈夫か。よし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 。さあ、と正面なんだかんだ戦えてるね。まあ、そんな問題ないぞ。で、さすがに SMG なんで、まあ、惜しいな。ロングっていうよりは、ちょっとセンター側行こうか。お、ちょうど行ったぞ、今。おい、1枚やり。で、多分敵はほとんど。ちょっと待って。手の位置があまりよろしくない。よし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 。さあ、行きましょう。2枚ダウン。ダウン数もしっかり数えた方がいいな。下やって。あ、味方？マジ？リスポーン変わったじゃん。変わってた。で、センターはやってくれて、使っちゃいます。ダブルキル。オッケー。サプレッサーの音がする。あー、なんで。なるべくこう多方向から来られるとちょっとね対処が難しいから、なるべくこう分かりやすい一方方向にしよう。いやー、そっち来たか。で、Gスポンが変だな、これ。やっぱ後ろ湧いてるね。ちょっと SMG にとっては距離があるな。オッケー、ギリギリ。よし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 。なんとか戦えてるぞ。でも一回ぐらいスコアストリーク呼びたいよな。よしよしよし。で、二枚目。いないいない。ちょっと AR 拾って。ちょっとリロードしときたい、SMG を。今いたね。これやって。さあ、どっちだ？どっちだ、これ。こっち？違うのか？どっち行きだこれ。エリアやって、どうだ？あー、向こうにいたね。エリアはそれどこに乗ってるんだろう。下か。こっち側ね。ちょ、ストリーク溜めたいっすね、ここで。いない、いない、いないぞ。また上に流れてったね。ちょっとあいつだけやりたいな。あぶり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 。ん？味方か、これ。
よし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 。危なあれ、ダメージ与えたから詰めてこないでしょ。で、一回エルストで位置読みたい。なるほど。ここに落としちゃおうか。当たるはず。オッケー。で、取って、多分、こっちで湧くかもしれないな。大丈夫かな？味方がいるから、湧きはオッケーかな？多分そっから来るでしょ。サイスがいるね。いや、ほんと、サイスアップデート来なかったね、弱体化。サイス放置だったね。あれ、絶対弱体化入れた方がいいと思うんだけど！ギリギリ。ここはしっかり貯めたい。リスポンはオッケー。ん？わからん。敵の位置が。よし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 。もう一人いたね、もう一人いた、もう一人いた。よーし、スレッシャーラスター。でかい、これで。これはでかいぞ。そっち湧いてるんじゃないかな？あ、SMG の弾回収できてなかった。うおー、これ敵じゃん！まあまあ、37の10でしょ？全然いい。で、あいつ、ちょっと気づいてしまった。そうだ。思い出した。あれ見ちゃダメで。今の、なかったことにしてください。ちょっと。今のはちょっとたまたま押してしまっただけ。もう見てはないんで。ちょっともう見ない、もう見ないぞ。あんなレーダーがありましたね。ミニマップの見方がありましたね。2回取ろっか、まず。よしよしよし。2回取って、そいつやって、いやーちょっとロングきついな、ロングが。今ヘルストーン使っても多分当たんないと思うから、ちょっと取っておいて、で、センター来てるよ。そいつやって、正面やって、いやー、またセンター来てる。殴れ殴れなかったか。よし。でも、リスポーンは分かりやすいね、これ。これはほとんど正面。正面か。センターか。で、ヘルストーンは取られたらね、エリア取られたら出しましょう。スイスイスイ。いや、今出した方がいいかな。いや、でも、ちょっとまだいいか。まだいいな。まだ出さない方がいいな。ちょっとどんどん動き回んないと敵の場所がいまいち把握できない。動いて、ああ、なるほど、なるほどねってなって。これリスポーン変わったかな？変わったかな？変わったタイミングでヘルストーム。当たんないか。いや、こっち来たし。ここでグラブ。3枚。よーし。いいね、完璧。で、リスポーン変わりましたよ。なんだ、大丈夫か？この上にいる。この上にいる。スコアソリック溜めたい。まだ後ろでなんか、プチプチ音がしてるから、近くいるな。ポイントナイス。あとポイントだね。上に乗ってる、上に乗ってる。1枚やって、ちょっともうちょっと動き回って。当たらない。後ろは多分大丈夫だと思うんだよな。ちょっとこれ下ろそうぜ。この橋を下ろして、スコアソリック溜めたいな。ちょっと当てたぞ。ナイス、でかい。ん？エリア倒してくれたね。で、ローテーション、ローテーション。動こうか。多分、リスポーン、いい感じだと思うんだよな、今。どうだ？わからん。ちょ、一回エルスト開いちゃおう。これはあり、これはあり、これはありにしてください。わ、だるいね。かなりだるいね。ちょっと待って。もうエルスト呼んじゃおう、エリアに。エリアに落として、と最奥にも落とそう。1枚。そこ、やってくれた？敵のライトニングストライク来る。危ね。うわー、ここに落としてくる、ピンポイントで。うわー、マジかー。よー、1枚か。やばい。セウチ。雑。雑だ。よし、どうだこれ。こっち湧いてんのかな敵。こっち湧いてんのかな多分湧いてんじゃないかな。湧いてるとしよう。湧いてると想定しよう、まず。あ、で、多分リスポーン変わったな、これ。ナイス。上から2人。
かなりダメージを与えた。後ろ来てる。回復入れて。いるはずなんだけど。危なかったな、今の。まだいる。なんじゃこりゃ。ヘルスト呼んじゃおうぜ、もう。あー、微妙だね。ちょっと、ヘルストにしよっか。もう、試合が終わっちゃうから、とりあえず使いたい。全然映ってないな。あ、一人いた。うわ、まさかの倒せないっていうパターン。で、これ呼んで、あ、敵抜けちゃったからエリアから、フィニッシュですね。68-15 です。悪くないんじゃないですか？レーダーなしで。で、次回作は、あれですよね、その、途中で話した味方の頭に表示されてるあの青い味方マークが、なんか、もっとはっきり映ってて、で、離れててもね、遠くにいる味方も全部映ってたんで、まあ、味方の位置が把握しやすくなるから、レードなくても意外といけるんじゃないかな？わからんけど。まあまあ、なかなか、レーダーなしにしてはいい成績が取れたんで、今回はこれで OK じゃないでしょうか。というわけで、よかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。お疲れ様です。